け、そこら待って、もう少し斜めにして。三段峡太田川流域研究会三研は、三段峡が大好きな人たちの集まるチームです。三研は三段峡野外博物館プロジェクトを通じて、自然豊かな三段峡を天然の野外博物館と見立て、地域資源を人づくり、地域づくりの場へと変えています。人を豊かにしてくれる、そこの場で一体となることができるよね。さまざまな生態系を見ることができるところです。四季折々の豊かな生物がたくさん観察することができるという点でとても魅力的だと思います。三段峡はなんかキラキラしてる、水もキラキラしてるし、このもみじも今キラキラしてるし、空気もキラキラしてるし、なんか肌もキラキラしてくるよね。で、広島県の中でこんなに透明度の高い川って他にないので、広島県の中で一番綺麗だと思ってて、そこが三段峡で一番好きだと思うんですね。魚をたくさん見れて楽しかった。川の水は冷たかったけど綺麗でした。いろんな魚や生き物とかに出会えて本当に楽しかったです。野外博物館、やっぱりここに帰ろっか。